新チェンネルさん。新チェンネルさん。はい。学びですかね、今回。まあ、あの、学びはですね。まあ、結論、あの、地球全体から、宇宙全体から、すべての物事に学びはあります。ね、<laughs> 学びはあるんですよ。あるんだけど、えー、僕が言いたいのは、売り上げを上げる上で、売り上げを上げてない人から、売り上げを今から上げていこう。ね。パソコン一台で自由な生活をしていこう。 うん。じゃあそれを自分がもし目的としてる、将来そういう生活をしたいなと思ってるんであるならば、その生活をしてない人からはそのやり方を学ぶことはできないですね。わかりますやり方を学ぶことはできないですよ。ねコピーライティングを書けない人からコピーライティングのを学ぶことはできないってことですよね。わかります動画撮ってない人から動画の撮り方を学ぶことはできないですよね。どうすか <laughs> だけど、 それだけど、人間的なライフスタイルに関しては学ぶことはできますよ。反面、教師だったりとか、あこうやったら失敗するのかなとか。うん。だから、新チェンネルさんに足りてないのは、結論、売り上げ、金なんで、だって、そもそも金に困ってなかったら、僕の商品買ってないわけじゃないですか。そうじゃないですか。それは自分でも言ってましたけど、今の問題って、今の問題箇所はどこなのか、お金ですよね。そう。 自分の生活を守る、お金を稼いでいくっていうところが足りてないわけじゃないですか。わかりますじゃあ、それを稼ぐためにはどうすればいいのかっていうところを学ばないといけないし、それをやらないといけないですよね。学んでやらないと。うん。だから、その、ライフスタイルの面で見る、人間の生き方とかね、えー、なんだろうな、そういうところで見るんだったら、別に学びはいくらでもあります。花、あのそこら辺に咲いてるね、あのアスファルトの、 アスファルトに咲く花のようにみたいなね。学べるじゃないですか。アスファルトに咲いてる花からも学べますよ。でもそれをどう使うかですよね。岡本麻代さんはそれをどう使ったのか。<laughs> どう使ったのか。歌にしましたね。じゃああれミリオンいったのかなアスファルトのように咲く。つもろ。つもろ。ね。つもろだったかな。まあそんな感じですね。まああとは、 とはいえ、とはいえ、時代は変わってるので、実は、あの、その、し、あの、信者 M さんに言ったことが、その価値の定義ですね。価値。始めなければ価値は始まらないと。信じ、あの、なんだ、信者 M さんか。価値のなんかやり取りをしてて。いや、始めなければ価値は始まらないよ、みたいなね。ちょっと、これいいんじゃないかな、っていう。どういうことかっていうと、その、例えば、あの、 広告収入っていう部分もあるわけですよ別にね。だから僕はコンテンツビジネスしてますけど、まあ、YouTube を使って集客をしてコンテンツを売るっていう、YouTube の使い方はコンテンツを売るっていうことで使ってるけれども、これを広告収入で暮らしていくっていう使い方をしてる人もいるわけじゃないですか。そうしたら、その定義で見る,な見るんであるならば、始めたらもう価値なんですよ。わかります <laughs> だって、なんやな。 なんかいっぱいあるじゃないですか。だからあの、この前、その、ドリアカの方に、あの、アップした、その、壁を乗り越えるえ、乗り越えられない壁を乗り越える方法の中で、キッズ、キッズラインか。キッズラインのね、チャンネル紹介しましたけど、1000万人、日本一のチャンネル登録してるんですけど、まあ、小学生かな、あれ。多分多分小学生だと思うんですけど、あそこに価値はあるのかと。 まあ誰が見るかによって価値変わると思うんですけど、うん、とか、ね、おままごとだったかななんかおままごとして5億回再生とかね。<laughs> まああとはなんだ、なんだろうな、あのね、あの、失敗小僧さんもね、なんかあのー、稼いでるわけじゃないですか。失敗するだけで。<laughs> 失敗で稼げるっていうね。<laughs> とか、まあ他にもいろんな動画ありますからね。うん、なんかその、 なんだぼっち大学ぼっち大学生だからその行ってみたとかね、うん、お前がどこに行こうか関係ないじゃないですかだから見たい人は見たいんですよねその大学生が何で遊ぼうが大学生がどんな生活しようが関係なくないですか <laughs> 関係ないですよね <laughs> 僕大学生じゃないんでだけど見られててぼっち大学生って今何歩ぐらいんだろう ぼっち大学生。僕が発見したときは、チャンネル登録者数20万人ぐらいいたような気がするんですけど。ぼっち、ぼっち大学生かなぼっち、ぼ、ぼっち、ぼっち大学生。あ、パーカー大学生の日常だ。パーカー、パーカー大学生の日常46万人ですね。大学生の普通の人の日常ですね。<laughs> そうあの夏休みの初日大学生の一日の過ごし方22万回夏休みのオンライン授業を受けさせられる大学生28万回適当に適当にチャーハンを作ったら予想以上に美味しかった18万回将来の夢について話す20万回 ねどうすかスタバのバイトに応募して落ちたぼっち大学生169万回。どうすか不採用で稼ぐっていうね。これ新しくないですか不採用で稼ぐっていう。み、昔はですよ。昔は、なんや、その、アルバイトとかね、就職の活動で不採用だったら1円にもなんなかったわけじゃないですか。ど、どうすか うわ、どうしよう、この先、就職できねえ。飯食ってけねえなって話じゃないですか。もはやスタバで面接落ちた方が稼げるっていうね。169万回で多分この1本の動画で広告収入いくらかな、まあ、まあまあ、最低でも30万ぐらいは稼いでんじゃないですか。<laughs> サラリーマンの、ね、手取り1本で稼いでますよ。<laughs> なんでん、コンテンツ販売という定義から抜けると、まあ何でもいいってことですよね。 ぶっちゃけ <laughs>。ぶっちゃけ、それはだ、出してみないと価値はわからないってことだよね。始めなければ価値は始まらないと。ね。始めなければ価値は始まらないと。いうことでございますよ。でね、その信者 M さんが、名言ですっていうね。まあ、僕名言だと思うんですけどね、これ。本当に。今の時代にすげえぴったりなあの言葉だと思います。始めなければ価値は始まらない。だから、新チャンネルさんはもう始めてるんで価値はあるわけですよ。ただし、 僕が教えてるのはコンテンツビジネスなんで、そこをやらないと僕から習ってる意味がないですよね。まあ意味がないというか、うーん。だって僕は YouTuber になりましょう学校をやってるわけじゃないので、YouTube で集客をしてコンテンツを作って売っていくっていうことを教えてるわけですから。で、これをやると何がいいかっていうと、別にその再生回数ミリオンなくても30万稼げるよって話です。そんなのは。だからね、 今度はしズさんとの商品売りますけども、わしズさんもチャンネル登録者数1000人いってないですからね。1000人いまだにいってないですよ。それでも300万ぐらい稼いでるわけですから。わしズさん、わしズさん、わしズブックメーカー。多分わしさん1000人いってないと思うんですよね、まだ。わしズさんのブックメーカー。わしズブックメーカー。 今、583人ですね。はい。で、直近の動画が100ぐらいですかね。1日前が120回。55分前にアップしてますね。これ20、20回ですね、再生数。どうですかぼっち大学生のスタバに落ちましたミリオンですからね。うん。だからまあ、その、ほとんどの人が再生数少ないじゃないですか。集客できないんですよ。 だからその中でも売り上げをねその中でも自由な暮らしを手に入れていくためにはだって9割以上は最初だって最初から芸能人じゃないので最初からアクセス来ないわけじゃないですかでしょだからじゃあその中でも自由な生活をしていくそれを叶えるためにはコンテンツビジネスしか僕はないと思いますだって客単決められるんでそんなのだって1人に売っても100万の商品売れればもう100万じゃないですかじゃあ1人集客すればいいんですよ で、一人に100万売ればもう100万ですから。だからこれができるけど、広告ビジネスはこれできないんですよ。一再生で100万稼ぐことは難しいですよ。広告収入無理ですね。一再生で広告収入100万ですとか。ありえないですね。まあ、あり得るとするならば企業案件ですよね。でも企業案件してくるってことは、その人に露出度があるんで、CM 効果があるので、一再生なんかの動画に対して企業案件で1本100万上げますっていうギャラを払う会社はどこにもいないですね。間違いなく。うーん。 なんで、まあ、しっかりと商品作るとか、しっかりと無料コンテンツを作るとか、プレゼントのコンテンツ作るとか、集客する上で何,何やってますかって話ですね、商品。だから商品がなかったら売り上げ作れないですよね。だ商品をコンサルにするのか、もしくはコン,あのコンテンツを作ってそれを売るのか、教材作って売るのか、まあ、でもいいんですけど、まあ、それはやり方を教えてるので、まあ、それをただやるだけですよ。 うん、でもそれやらないら売り上げ作れないですからね。コンテンツビジネスにおいては。まあ、広告収入はわかんないですよ。そのバズったら。新チェンネルさんもわかんないですよ。バズるかもしれないですよ。だってぼっち大学生もバ,バズったわけですから。見たいっすかね。まあ、僕は見たい、あんまり見たいとは思わないですけどね。<laughs> うん。だからいや、やっぱり結局始めなければ価値始まんないってことですね。うん。だ だから価値の、なんでこういうのが、まあ、そのありとあらゆる動画がこう回るようになっているのかっていうと、価値の多様化なんですよ。もともと価値っていうのは多様化されてたんだけど、見るものが少なかったんですよ。選択できるものが今少な、昔は少なかったんですよ。だってテレビと新聞と雑誌ぐらいだったでしょ、大昔は。昔なんか新聞しかなかったんで、価値を評価できるものなんかはそこしかなかったんですよ。 だけどもともと価値っていうのは人それぞれ好き好みっていうのがあってめちゃめちゃ多様化してたんだけども見るものが少なかったうんだけどこれが見るものが多くなったんでそれがもう自然の原理原則でいろんな価値の人がいろんな価値を見に行くようになったってことですよねうんだから僕もそのいろんな動画をアップしてますけどそれは僕はいろんな動画をアップロードしてその情報詳細やという概念から外れてね 情報詳細屋という概念から外れていろんな動画をアップしてみたところ、それが理解できましたね。あ、こんなんでも価値あるんだね、みたいな。いや、僕なんか自分で思ってますからね。クソ動画みたいな。自分でクソ動画って思ってるのをあげ,げるんですよ。あげてきましたから。さあ、あの、昔、そのお笑い芸人さんにあだ名をつけられたんですよ、僕。まあ、そんな売れてないですよ。売れてないですけど、あの、その、その人もセミナーに参加してくれた時が一回あったんですか。日、二回かな。 そのも売れてない芸人さんに言われたのが、求めてない動画をアップロードやろうさんっていう <laughs> あだ名を付けられましたね。求めてないけどアップロードするっていう。でも、世界中の70億人レベルで言うならば、誰か求めてる可能性があったってことですね。まあ僕はそのデータを見てるので、うん、こんな動画でもいいのみたいな。まあそんな感じですね。 だからね、まあぶっちゃけ、だからオナニーでもいいんですよね。<laughs> ぶっちゃけオナニーでも稼げるんですよ。<laughs> 今って。だからこれど、どこでマネタイズするかによってやっぱ変わりますよね。うん、僕はそのいろんな動画をアップロードしてるんだけれども、あの量が多いのと、量が多いからそこに信頼、信頼あ、この人。 尋常じゃないなっていうところで信頼がついたりとか、ただ、あとは商品を売るときに、なんだ、えー、しっかりとそれを、あの、動画でね、こう、何話何話でやっていく。あとは一応本も出してるっていう武器、エビデンスもあるんで。だって本を出してる人っていなくないですかこれ本。まあ怪しい本ですよ。めちゃくちゃ怪しい本だけど、このリアル本を出してる人って結構少ないんですよ。一般層から見ると。だからこれでもエビデンス出せるんで。 なんかもうずっと使いますからね、これリアル本は。しかも Amazon でめっちゃ高値なんで、ラッキーみたいな。<laughs> もうずっと言えますよ、物があるんで。これが電子書籍だったらこれができないですよ。わかります電子書籍だと、この持ってこれができないんで。だから僕ってその本にこだわる理由って、こういうその人って現物に、現物があるとその、ねあのー、信用するというかね。 <laughs> ありがたいですね。だから、Kindle だと、ぶっちゃけ、まあ、知らない人はね、それでも権威性出るんですけど、Kindle って誰でも出せるんで、本は出せないですよ、誰でもは。うん、だそういう武器があります。だからその武器をちょいちょい使ってますからね、僕は。うん、まあ、一般の人はそれは使えないわけですから、じゃあ、どこで。 そのの性を出していくかかとか、えー、どこでその先生になっていくのかっていうところはやっぱ専門性チャンネルをしっかりと作ってそこで専門的な話をしていってあなんかあ学びがあったなとかねそういう考え方じゃないとダメなのかなっていうところがないと商品を買ってくれる可能性はかなり低いですねただ広告ビジネスだったら関係ないですからね別に先生にならなくてもいいわけですからうんエンタメもあるしなんかいろんなジャンルあるんでねうん そうまあそんな感じですかねだからまあもう新チャンネルさんは価値は始まってます価値は始まってるけどそれをどのようにマネタイズするかですよ少なくてももう動画をこうバンバンアップロードある程度できるようになった多分ねおそらくたまにそのお客さんの中でこの動画送ってくる人いるんですけど続かないんですよやっぱ続かないですねうん続く人いないですよ久保本当に久保さんだけです た分久保さんはね、やめ。久保さんは100%続きますね。てか300、300%続くという信頼しかないですね。だから僕、世界で、日本で一人だけです。久保さんしかいねえな、みたいな。やりとりができるのただし、新チャンネルさんも、ちょっとその領域に入ったかなっていう。あ、この人はちょっと、この人も外れてるから、自分でも言ってますよね。ちょっと外れてると。外れてないと僕に動画送ってこないんで。<laughs> だから前言ったのが、多分新チャンネルさんは、多分3年後やばいことになってるかもしれないですよと言いましたけど、多分なってんじゃないですか。うーんだ。あとはその方向性四軸っすよね。そこをやっぱしっかりやらないと売り上げ作れないですよ。やっぱりそこは。でも、そうは言っても。うん。だから、まあ今別チャンネルやってると思いますけど、そこでしっかりとやるってことですね。まあこの僕のやり取り用のね、チャンネルはこれでいいと思いますよ、別に。うん。 あそこのビジネスライク、コンテンツビジネスライクで考えるんだそこはしっかりやりましょうって話ですね。うん。あとは、まあ、なんやろうな。あの、そう、できてない人。要は、僕が学習するときは僕より上の人からしか学ばないですよ。なんでそうなのかっていうと、うん、基準を上げないといけないですよね、そもそも。いや、基準を。例えば、 自分が年収、まあこれお金の話ですけど、年収1000万取りたいのに、年収100万の人からの話を聞いてたら、年収100万円の基準になっちゃうじゃないですか。例えば年収100万円の人の思考の基準が人のせいにするとかね、なんか世の中のせいにすると、なんで俺だけなんだっていう思考だったとするじゃないですか。じゃあそこから学びを、まあ、学んで、じゃあその思考を取り入れて、じゃあ年収1000万目指せるのかっていうと、超難しくないですか。 多分超難しいんですよ。ただ、年収1000万稼いでる人の思考、考え方だったり行動を学ぶことによって、それを取り入れることによって、そこに近づくことは可能ですよね。であとその、例えば、前澤さんとかイーロン・マスクとか、もうブチ、ホリウモンとかね、まあ、ぶっ飛んだ人の話も出しましたけど、結局、僕もそこを目指してるわけじゃないですか。何を僕は、その、イーロン・マスクとかね、あの前澤社長とかね、なんやろうな。 そのぶっ飛んだ人の話をなぜ聞くのかっていうと、結局、今は頂点で何億円とかありますけど、僕、そこ目指してないですからね、でも何億円とかね、何千億とかね、上場企業とか全く目指してないんですけど、そこに至るまでの考え方があるわけですよ、その結果を、なぜその結果を出せたのか、その結果を出すことを僕は求めてるわけじゃないんだけど、その結果を出したには、出した理由があるわけですよ、考え方が。 やってきたこととかね。だからそこなんですよ、大事なのは。だからその、何千億稼ぐっていうことが大事じゃないんですよ。大事なのは、なぜそれを人が出せない結果を出せたのか。そこなんです。そこを学ぶんです。僕求めてないですからね、別に。だから僕、あの、月50万ぐらいでいいなと思ってるんで。<laughs> 最低限50万稼ぐみたいな。最低限50万以上ちょっと出していく。自分の生活を守るためにっていう。ね。 収入面で言ったらそれぐらいなんですよ。ただし、基準を上げとかないとダメですよ。だから、基準を上げることによって、50万楽勝になるんで。わかります ?50 万の基準だったら50万大変なんですよ。だけど、あの、100億とかね、わかんないですけど、その基準で50万余裕なんです。ここです。わかります結構これね、めっちゃポイントですけどね。100万思考で50万は簡単ですよ。うん。だけど、これが、 月20万、月、手取り、手取りねあ、じゃあ、ネットビジネスで稼いだことがない人の思考、思考とはいかな、ね、い、まあ、結果を出したことがない、えーだ、ただずっとサラリーマンで働いてきた人なのか、起業してなんかこうやってきたのかで、例えば起業して自分で稼ぐっていうところで、100万、200万でもいいんで、その結果を出せた人の行動思考と、サラリーマンの人の思考じゃ、これ、全然基準値が違うので。 考え方とか,行動かうんだからその何だろうなお金が稼げれば正義かお金が稼げれば正義かとかではなくその理由は何だったのかなんですよだって他と違う結果を出してるわけじゃないですかそれ事実ですよねわかりますで分かりやすいわかりやすいじゃないですかそのいくら稼ぎましたって分かりやすいんですよ数値化されてるんででも数値化されてないと 評価しづらいんですよね、これって。うん、た例えばそのなんだピカソの絵が何億円ですとかねモナリザの絵が何億円ですっていうふうにもう数字がついてるのであそういう価値なんだっていうふうに分かりやすいじゃないですかでもこれが全く0円の値札がついてなければ価値がねなかなかつけられないですよねなぜこの絵がいいのかなって分かんないですよねもう本当にそにその人次第というかうん だから大事なのは、なぜその人は他の人と違う生活を送っているのか、なぜその人は他の人と違う結果を手にすることができたのかっていう、そこの家庭の思考、家庭の行動パターンですよ。だって堀江さんも、ね、最初、企業当時って0円だったわけじゃないですか。じゃあそっから 100万売り上げ100万突破しました、200万突破しました、300万突破しましたっていう過程が確実にあるんで、確実に。起業した初日からね、100億円稼ぎましたみたいな、あるわけないじゃないですか。起業した初日から時価総額8000億円のライブドア、あるわけないですよね。<laughs> どんな会社やねんみたいなね。必ずプロセスがあるんで。でもそのプロセスが、の、なんだろうな。 頂点、このプロセスを踏んできて、まあ話してるわけですよね。もう申し訳ないですけど、ライブドア時代の堀江さんから話聞くこうとできないんで、今はえ。そうじゃないですか。ライブドア時代で起業してた時の当時の堀江さんから僕、もう話聞けないんですよ。でも、今出てるメディアの話は聞けるわけですよ。わかりますだからそれ聞くしかないですよね。聞けないんで。<laughs> まあなんかインフル やつね、めちゃくちゃ古いやつで、オンザイエッジの超古いなんかさニュ、ニュースで出てたような動画があの YouTube にアップロードされてますけどね。1、2本か分かんないですけど、当時の、当時の OnzaH の時のやつですね。今その当時、堀江さん YouTube やってないですもんね。話してないし <laughs>。はい。まあ、いろいろと言いましたけど、 まあでもね基準値をこう上げていくと楽勝になるっていうのは、これはね、結構いいと思いますけどね。うーん、そう。まあ例えば、だ僕、あの昨日、車運転あ、福岡か、福岡、あ一昨日か、福岡行ってたんですけど、まあ僕の GTR って、ままあまあその馬力は確か500馬力ぐらいあるのかな。500馬力ぐらいあるんですか。まああの じゃあこの500馬力ある車と、なんだ、軽自動車の、じゃ30馬力とかね、まあ、じゃあ原付きとかね、原付き 50cc とかね、じゃあ500馬力 50cc の原付き、じゃあこれで同じ、じゃあ60キロ、60キロって速いですか ?60 キロって多分下道の法定速度、まあ50キロぐらいにしときましょうか、じゃあ40キロでもいいですよ。ね、40キロ。 下道って40キロぐらいじゃないですか。まあ、どこかしこも。まあ、50、60のあると思いますけど。じゃあ、この GTR の500馬力で、何、40キロ出すのか、原付きで40キロ出すのか、これ全然同じ40キロだけど、全然違いますからね。もう一瞬、もう、ピンみたいな。わ <laughs> かります ?GTR で40キロ出すって言ったら、ピンなんですよ。それ40キロぐらいだったら。まあ、高速、楽しかったですからね、結構。久しぶりに、あ、やっぱ速いな、みたいな。 早いなみたいな。めちゃ早いなみたいな。久しぶりに高速な乗ったんで、めちゃ早いなみたいな。じゃこれ軽自動車だったら多分同じ速度でもう多分違うと思うんですよ。楽度が。原付きで40キロ出そうと思ったら結構、うーん、みたいな感じじゃないですか。わかります大変ですよね。うん。だから、大きいエンジンというかね、大きい考え方の思考だったり、まあ、このエンジンの馬力を思考とするならば、大きい考え方の思考を持っていた方が、 簡単ですすよねって話ですよ、ね、でもそれがちっちゃい思考しかなかったら、あーな同じことやるにしても。同じことやるにしても。分 <laughs> かりますだからその基準値を上げる、思考の基準値を上げる、行動の基準値を上げる上でもうぶっ飛んだ人の話を聞きまくるっていう。これが大事だと思いますね。うん。そうすると、楽勝になるってことですね、うん。だってそうじゃないですか。イーロン・マスクから聞く、イーロン・マスクが50万稼ぐって超楽勝だと思うんですよね。 多分小指で50万稼げんじゃないかなみたいなね。堀江さんも小指で50万ぐらい稼げるんじゃないですか、もうはや <laughs>、ね。なんか小指動画をアップロードしただけでも広告収入なんか稼げそうですよね。ちょっと小指に、小指の爪がみたいな動画をアップしてね。なんかちょっとそれはタイトルでつる,つる部分もあるまいですけど、堀江さんがね、小指に、小指に異変がみたいなね。っていうスクショで、小指に異変みたいなね。多分それでも再生されると思いますよ。それで50万とかね。 <laughs> いけそうですね、うん、まあいいや、まあ、とりあえず、あのー、やってくださいとりあえずね「ドラゴンクエスト」スタートしないとその「ドラゴンクエスト」のゲーム楽しめないですからねスタートしないとまあスタートしてるんであとはコンテンツビジネスをスタートしろってことですね集客して今ラインアット何人いてるんですかメルマが何人いてるんですかえそこが全てですよだってそこにセールスかけてくるんで 別に YouTube で直売りするんだったら別にいいんですけど僕が教えてるのは集客をしましょう LINE アットとかメルマガに集客しましょうって言ってるわけですからじゃあそれ何人なんですかとそれゼロ人だったらビジネススタートできないよねって話ですじゃあそのメルマガとか LINE アットに集客するためにどんな動画をアップロードしているのかじゃあこの集客後にどんなプレゼントがあるのかどういう商品があるのかこれがないと売り上げ作れないですからねうんはいいってらっしゃい